この仕込み体験は焼酎の製造工程の学習を通して科学的な知識を深めてもらおうと宇佐市の味夢高校が授業の一環として初めて実施しました。4回の授業のうち初日の今日は普通科の1年生10人が地元の三和酒類を訪れ麦焼酎の製造について説明を受けた後麦を洗ったり蒸したりする作業に取り組みました。生徒は今月20日までに麹の仕込みや蒸留といった作業も体験する予定です。蒸留の方法とかにもよってその味が違うので学んでいけたらいいなと思います。ふるさとの食の伝統を学んだりこれからのことに生かしていきたいなと思います。生徒が手がけた麦焼酎の原酒はおよそ3ヶ月後に出来上がり通常の商品にブレンドされて販売されることになっています。